は再び人々に語って言われた。私は世の光であると。私に従う者は決して闇の中を歩かず命の光を。人生でもある。戦国イエスを逮捕し連行するのか。2年間の逃亡生活がね、とにかく当面はね、この問題を解決すること。本当は何もないんです。あのイエスの箱舟解散は真実とは何か、それは私は心から訴えたいと思います。2人で働けるところというとキャバレーしかない。人が隠れるのは人の中なんですよ。全然私たち悪いという意識が全くないので。どうやら怪しげなものらしい。君はわがままに生きたいという人たち。私はね、宗教って言いますと宗教嫌いなんで、実のところ。